あつんよ。うん、ああ、神様。ん、どうした機嫌が悪いのか。いや、機嫌じゃなくて具合が悪いんです。頭痛いんですよ。なるほど、頭痛か。ならば頭痛が治る面白い方法を試してみよう。え？良いか、今からする3つの質問に答えるんだ。はい。では1つ目の質問だ。頭のどこが痛みますか？目の奥というか、ここの、こう、ちょっと指させないけど、この辺りです。では2つ目の質問だ。その頭痛は色に例える何色ですか？色？色は、なんだろう。灰色というか、ダークグレーみたいな、薄暗い感じです。では3つ目の質問だ。その頭痛は、例えるなら、どんな形をしていますか？形？なんか、ドロッとした感じ。なんだろうな。スライムみたいな、アメーバみたいな、それが時々シュッとこう尖ってくるみたいな。シュッさあ、もうあなたの頭痛は消えているはずです。ん？本当だ、ちょっと軽くなってる。すごい、何これ、さすが神様。さっき YouTube で見たから。 YouTube かよ。効果には個人差があります。効かない人には全然効かないからね。だそうです。まあ、やるならできるだけしっかり考えた方がいいみたいですね。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow。